船頭さんが亡くなられて海岸に魔物が出るなんて大変だったわね。船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。魔王の城の鍵については何か分かったのか？暗号の解読は進めているのだけど、行き詰まってしまって。中世のケルベロスは、もしかしたら犬のことかもしれないけれど、そんな。ポポルさんにも分からないなんて、相当複雑な暗号なんだな。でも、鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。お願いします。わかったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が届いているみたいよ。見てきます。ありがとう。それと、船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。船は変わらず使えるようにお願いしておくわね。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。結婚式か。ぜひとも行ってお祝いしなくちゃいけないな。早速王のところに行こう。
ああ、かけれ。近々レングの納め時と聞いたが。結婚おめでとう。結婚とは相手が必要なものだと聞いたが。は、失礼きた。お先よりもしかしてフィーア、驚いたな。すっかり大人っぽくなりよって。そういうことならカイネも呼ばないとな。なあつえ、偉そうださったら銀と損消しちって大釣りだったらあき。あ、見えるさい。はじめまして。この度のご結婚おめでとうございます。たく、あのカイネさんなんですけど。結果ってくるなろ。一致して差は大抵とち。あたちあた夜せれやりさたちとちてすれ。ああ、そうさせてもらうよ。ガンド、改ざん装備かける噂中された。やれやれ、風呂に入る時まで掟があるとは。シロは浮かんでただけじゃないか。カイネ、どうした。結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか。いいんだよ、王が直々に招待してくれたんだから。王はよくても周りの人間が。この町は俺やカイネの村とは違う。掟が全てなんだ。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか、なら我個人の価値観からすれば、かような下着姿で婚礼の場に臨むは甚だ奇妙に映るがな。どうした？いや、なんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか？全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいな、フィアさん、いいな。エミールにもいつかいいお嫁さんが見つかるよ。お嫁さん？ああ、お嫁さんですか。他に何がある？寝ぼけておるのか。さっさと寝ろ。そうじゃないんだけどな。
停滞終えた。ゼルガンと急絶し続いて、改ざんを解きて基礎とやりつだ。シッチ、祝いつつたんさ、ロアインだ。祝い事もまた仕事のうちだよ。どうい、民につかの間の祭り気分を味わわせてやるのも、王の思いやりというものだ。こだた。それに、フィーアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り、幸せにするってことは男には必要なんだ。アルトルは自殺だ。対決だ。さ憧れちゃうなね、カイナさん。知らん。おお。イギュウとラセンチコイアルテルはシースヨーリンチコッテチサイトズセオテイキプサテレルタイト。Thank you.
フィアーサって、キッサリヒロキッテスレ、カイザムグサチアッチアレフィアクトイオリリユタクなんだ、今追っても返り討ちに遭うだけだ。カイザムイオリ、アフィアルツ、ね、ザルツ、ザルツ、ゼルガーザルツンとゾルキアレル、ゾーティおられきたの、ユリ・ペルアトル・カイザム・タトデク・ラ・クルトデク・ゼルガアントイカラツグキテテカイザムタリエキューサ、カイザムラ夫と来てソードリリスダカイ、王があのまま引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。放っておくのか。そんなわけないだろ、俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。さっきのようにはいかぬぞ。分かってるぞ。戦いの準備はできたのか。ああ、
フィーアの仇を討たないとな。フィーア・ヤーリル、セルガン・キゾとヤージツ・ドレル、ヒキュ・ジケツ・アウル、アルテムア・ダド・スコス・ライダー。狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。セルシタイ。わかった、俺たちも協力する。デケは中和せ。お前のためじゃない、フィーアのためだ。もうタイネさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェルア。カイゾム・アクラ。ゼルガーン撃つと避けた。これで里アルテルア・チンクルチーラス。アルテルはトヤリラ、フィアクスタ、あ？ディム。フィアギキタ、タトサダ、キラツヨリウタタキツシ、リュウリュウトサ。ディム。よりウアイソト、フィアとツダッタ、あ？ディム。アンダドセ。ディム。都市圏ユー・カイザム・デク・アンダ・ルアミ。しか、アンダ・イエ・フィア・ロテとヤーリカ・キーソできたと食いてゲルダ。エルラ・ラール！エルラとカイザムで！カイザムとアイト！フィーア・アイザムで！フィーア・ジュレ・セキタトとだ！ゼルガーンで！アンダ・ゼルガン・ヤーリツ・ガッチ・クリト！カイザム・ゼスタル・ペラ！老体・リスラ関係かけてしたすわれ。アルムーキ、エルトチー・ギサンってきた。アルム、浮き汗せ、ん、クユーリエ。押して。キルタチ、エクク・ギリス・アーガイ。え？カイザムユーリ、息おつじデクゴ。ユラ。カイザムチ、ゼストジー、おあくれたしユーリア。こうだった、チ、より歌え。ゼルガン・タチトグだ。リー、行って、
躯体。ピーエのためだ。行くぞ。幸せであった。こう。もちろん、あの娘ならきっとそういうはずだ。フィーアの誇りだった立派な王であれ。ああ、ダタ、ドリス、恐竜、クタイト、リッチライル。カイザム、チッタだ。ケテ大祖と、チ、立ってるんだ。やれやれ、また起きてか。ラーヌ・ペルは、トンリー。アルテルは、チオワル。アンダ・トシトシ、アルテルは、ヤリル。ロ、フィア。王様。
かわいそうです。すべて魔物が存在するからいけないんだ。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり。絶対に取り戻してみせる。ポールのところに戻って話を聞くのだ。どうした？これでようやくヨナを助けに行ける。ああ、そうだな。どうした？何を神妙な顔をしておる？シロ、相談があるんだ。カイネとエミールのことだ。魔王との戦いは今よりもっと過酷になる。ヨナのためとはいえ、カイネとエミールを巻き込んでもいいのか。今さら何を言うておる。おい、何ふざけたことを言っているんだ。聞いていたのか。カイネ、エミール、俺は私たちを置いていくなんて、ふざける以外の何だって言うんだ。そうですよ。こんな僕を受け入れてくれて、何があっても一緒だって言ってもらえた。今度は僕たちがお返しする番です。恩返しとか仲間とか、そういう恥ずかしいことをいちいち説明させるな。だけど。あ、でもただでやるなんて言ってませんよ。ヨナさんを助けた後は僕たちのことを手伝ってもらいます。カイネさんの魔物付きのこととか、僕の姿を元に戻すとか、それを直す方法を探す旅に出るんです。きっと楽しいですよ。世界中のグルメも楽しんじゃいましょう。無駄に食ってやるからな。金の準備をしておけよ。みんなありがとう。ヨナを必ず助け出す。それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても、そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって。本当に行ってしまうのね。必ず
ヨナを連れて戻ってきます。あの、何？なんでもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。いや、ポポルさんから話を聞いてるよ。行きたい場所を言ってくれれば、そこまで船で連れて行こう。もういいのか？戻ってきましょうね。ああ、行こう。
今はしくも懐かしい景色であるな。そうだな。シロと初めて会ったのも、初めて一緒に戦ったのも、この場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ、大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。ようやくここを通れるのだな。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我が問いに答えよ。小鳥さんが喋ってますよ。我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。なんだそれは。待て、これは合言葉だ。合言葉？いわばこの城に入るための呪文だ。確かどこかで聞いたような。本当の声は誰に問う？本当の姿を誰に見せる？我は問う。人がなぜ世界からいなくなったのか。我が問いに答えよ。我は答える。黒き病がゆえに。我は問う。人はその命をいかに長らえるのか。我は答える。その身と魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。我は答える。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。そのもの主たる人とみなし、城への立ち入りを許可する。どうやら先に進めるようだな。ランジラは村の双子。デーボルさん、ポポルさん、どうしてこんなところに。村に戻る気はないか。ここはとても危険よ。入ったところでヨナが戻ってくるかどうかも。いかにしてここに来た。質問しているのは私たちよ。どうしてポポルさんたちが。答える気はないわ。自分で
考えるのね。俺たちは先に進む。ヨナを助けるために。そうか。なら仕方ないね。仕方ないわね。君とは戦いたくなかったよ。本当に戦いたくなかった。どうして？なぜなんだ、デボルさん。これは最初から決められていた運命なんだ。でもできればあなたとは戦いたくなかった。それは本当。あと100年、次の世代にしたかった。何を言っているんだ。こやつらは魔物か。いや違うよ。嘘だ嘘だ、ポポルさんたちが。そんなわけない。みんな殺せ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 。正直ここまで成長してるとは思っていなかったよ。なぜだ、なぜお前たちが邪魔をする。シロの書、裏切りの輩よ。お前に質問される筋合いはないわ。力だからな。あなたはそれを分け与えられたに過ぎない。シロさん、大丈夫ですか。どうしてなんだ、デボルさん、ポポルさん。なぜ魔物の味方なんかするんだ。どうして。全ての謎の答えは魔王の御心にある。魔王の仲間なのか。ずっと仲間だったのか。答えはあなたが探してちょうだい。己の真実と向き合うために。魔王の城へ入りなさい。デボルさんとポポルさんが無茶してくれるぜ。シロ、大丈夫か。おかしいぞ。我の最大の武器であるはずの口が回らなくなった。シロさん、多様な目をするでない。心配無用だ、大丈夫。ワルツが聞こえます。東海とは豪勢であるな。こいつら魔物だ。
いいさ、戻る気なんかない。そうだな。私が次の部屋への扉を開ける。援護してくれ。舞踏会か。豪勢って話だ。シロ。ああ、すまぬ。援護だな。私はこういう細かい仕事は苦手なんだ。バカ者、何をしておる。めんどくさいもんはぶっ壊す。やめろ、そんな無茶をして万が一。万が一のことなど知るか、この扉。開いたぞ。おい、カイネ、後ろ。大丈夫か。ああ、それよりも。
してほしいなどと思ってはいない。カイム、なんだ今のお前の心、憎しみでも悲しみでもない、この色は知るか。アイレさん大丈夫ですか。大丈夫だ、こいつらを蹴散らして先に進むぞ。実に面白い。マグノメ、おい、いつまでもヨナの元にたどり着けるぞ。ここは先を急いだ方が良さそうですね。行くぞ。こっちだ。開かないぞ。攻撃が来るぞ。入り口も開きません。どうやら閉じ込められたようだな。飛んでいるだけだ。寂しくて苦しくて孤独だから、暴力で自分をごまかしているだけだ。俺はそんなんじゃねえ。いいの。何、私もそうだから。だがそれが分かったところで何もならない。もう手遅れなんだよ私たちは。何もかも遅すぎる。今さら引き返すことなんてできない。だからこそ、
タサ、テイドとチ・イルトって。エズチ・アセヨーリ、一旦起きそうだ。アラ、ペルワト、シデン、チ・ウセキヨン、イラ・コ・クか、ついて。どうしてここに。サルリと敷いたと、カイザム突起論だろう。しかりいや、アラトテ三生体フルアリ、ウアリトテトラス、カンカシチンデデンパアラ、ヘルアト、ロンダン、来て、キリゴイタリアンフィア、トサジッチサッタトトレルタ、カイザムチギー、後でアリクラーサ箱こう開けろ。お前らだけじゃ無理だ。ゆっくくおたおきアルタウィートクルトコチイル勝て。ケタルイトエチケロアルテリアだせギウジー各イシギシ真鍮カレルタカイザムテイラス、うん、アンダアラタテウラーヌペルアトチウラーヌカイザムトトチぐずぐずするな、行くぞ。カイネさん、奴の戦いを無駄にするな、フィーアのために。おう、セーボルさん、ポポルさん、やっと来たね。待ちくたびれたわ。どうして、どうしてなんだ。1300年前滅びかけた人類が取った最後の手段、ゲシュタルト計画。ゲシュタルト、白の書、思い出せないの。なら、思い出させてやる。シロ、頭の中が思い出したぞ。デボル、ポポル、なんちらは人間にあらず。そして口
口ごもったね。言いづらいかい？ならポポル、代わりに言ってやんなよ。私たちだけじゃないわ。今、ここにいる全員が、人間に作られた人間もどきなの。何を言ってるんだ？まだわからないかな。お前たちは人間じゃないんだよ。そんな、じゃあこの世界に人間は存在しないんですか？いいな。我らが魔物と呼んでいるあれが、人間だったものの慣れの果ての姿だ。さ、おしゃべりは終わり。私たちは仕事に戻る。そんな。お前のその体を返してもらおう。本来の持ち主である人間に。悪く思わないでね。それが持ち主のいない体を持たされた私たちの仕事なの。私たちの長い人生は人間たちの意志に沿って他人の人生を制御するためにしか存在しない。あなたたちにはあなたたちの理由がある。私たちには私たちの理由がある。そういうことだ。格好つけるな、バカ。そうだな。所詮は道具なんだ。私たちもお前も。違う。俺はお前たちとは違う。デボル。デボル。ならない。剣を止めるな。進みたいなら倒せ。
倒すしかないんだ。このお前ら殺せ。足が。まずい、進めなくなるぞ。僕が何とかします。ダメか、クソ。大丈夫です。でした。だってこの姿のおかげでみんなと仲間になれたもの。皆さんありがとうございます。エミール、今人を守るための兵器になれること、感謝しています。よせ。さあ行ってください。エミール、僕なら大丈夫ですから。エミール、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 シロさんは口うるさいし、肝心な時に喧嘩しないといいけれど、もう僕は仲裁できませんからね。
気。
何もかも終わらせてやる。派手にぶちかませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。気をつけろ。分かってる。はい。面白い。お前の心の中、実に面白く進化した。複雑回帰だ。憎しみでもなく、悲しみでもなく、ただ白く光る波がサラサラと流れてくるぞ。この感情は分からないか、テュラ。私は様々な声を聞く。その過程で同情も恐怖も憎悪も経験した。私は知っている。私は汚れている。私は間違っている。私は呪われている。あいつはそんな私を受け入れてくれた。許してくれた。あいつのためにか。この狂った世界で過ごす時間がまだ少しでもあるのなら、奴の刃になって死んでやる。ヨナ、やめよ、お兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない。欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。一緒に帰ろう。
兄ちゃん大好き。今だ。妹についていた魔物は消えた。はい、ヨナを頼む。お前の悲しみが分かるだなんて、そんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめんごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だってさあ、突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ嫌だ、俺はまだ素人。まったく、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そうそう、一つ言い忘れておった。何？シロという本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。生きる意味があるんだ。魔王、お前は
あげる。兄ちゃんはもう食べたから、いらないよ。お兄ちゃん、昨日もそう言ってた。本当は、一回も食べてないのに。はい、ちゃんと半分こだよ。ありがとう。Thank you.
なんだかえらく飛ばされちゃったみたいですね。でもさすがお姉さんの体、死んでも死なない頑丈さです。よいしょ。ちょっと動きにくいですね、頭だけというのは。皆さんどこにいるんだろう。早く会いたいです。みんなと会う前に身だしなみを整えないといけませんね。いや、身だしなみ以前に体をなんとかしなきゃ。カイネさんとシロさん、喧嘩してないといいな。あの二人は僕がいないと本当にダメなんだから。